そしてくまモン隊のお姉さん、そしてコロー隊のお姉さんに拍手。イエーイ、しっかり後先できた人。はい、大丈夫ですか、息は上がってませんか。ねえ、朝から運動すると気持ちいいですね。じゃあちょっと体操したお友達にお話を聞いてみましょう。じゃあどうしようかな、お姉ちゃんにしようかな。おはようございます。おはようございます。はい、しっかり挨拶できました。お名前教えてください。古澤葉月です。古澤葉月ちゃん、はい、今日は誰と来ましたか。お父さんとお母さんです。あと、お母さんが抱っこしてるのは妹です。妹ちゃん、かわいいね。古澤さんファミリー。あの、葉月ちゃんは何歳なの。4歳です。しっかり受け答えしてくれますね、お父さん。はい。今どちらからですか、お父さん。大津町です。大津町から。早起き頑張った、葉月ちゃん。お母さんはさっき妹さんを抱っこして踊ってましたけど、お母さん一番ノリノリだったんじゃないですか。楽しかったです。体操を踊られるの初めてね。いや、何回かあの YouTube で見ました。YouTube でちゃんと横を練習してくださってるんですね。もうだって抱っこされてる妹さんのモンバイザーがこうもう外れそうになってましたもんね。そうなんですかね。くまモンとコロー君、実は後ろに来てくれてますけど、どうですか、葉月ちゃん、近くで見て。はい、ほら、くまモン、ちょっと難しかったね。どうかな、ぜひ古澤さんファミリー、今日ありがとうございました。この後もしっかりくまモンとコロー君と触れ合って帰ってください。ありがとうございました。ございました。ありがとうございました。はい、じゃあもう一人、小さいほら、女の子を抱っこしていらっしゃるお父さん、おはようございます。おはようございます。今日はどちらからですか。菊池市のワイフから来ました。そう、そこですね。はい。お嬢ちゃんは喋れるかな。おはよう。お父さん、何歳ですか。今1歳半です。お半で、かわいい。お肌プリプリですけど。お名前教えてください。ちなみと言います。ちなみさん、そしてお父さんマサルと言います。名字も伺っていいですか。島田です。なんか名前を聞く順番間違えましたね。どうですか、近くで。お父さんもくまモン大好きなんですか。もうあの人形もいっぱい持ってるので。そうなんですか。で、昨日の夜も夜寝るときにあのくまモンがいないって言って泣き出すぐらいなので。上さんだ。はい。もう指さして。くまモン可愛い。抜けちゃうとか黙っちゃうんですね。初めてですか、お子さんが会うのは。くまモンに会いたがってたので初めてですね。いい夏の思い出ができたんじゃないですかね。この後もしっかり楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもう一人来るかな。おはようございます。お姉ちゃん、あ、姉ちゃん代表しようか。おはよう。名前教えてください。島木島さん、今日はファミリーかな、誰と来たんですか。おばあちゃんとじいちゃんとファミリー。1、2、3、4、5、6人で。どこから来たんですか。菊池市の西で。菊池市から。ありがとう。久保も初めて会ったことあります。後ろからね、肩を抱かれてるよ。感想はどうですか。嬉しいやった。コロ君も喜んでますよ。おじいちゃんどうですか。お孫さんたちとこうやって過ごされるのは楽しいですね。踊れました。いや難しいです。早いからでしょう。ぜひ今度来た時は一生懸命また頑張ります。ぜひ、はい、お孫さんたちに習ってください。はい。あとおばあちゃん、ここから写真撮ってらっしゃいます。いい写真撮れました。撮れました。一緒にお住まいなんですか。それからですね、この花火とこのままで昨日の花火とくまモンミニがどうぞ来て。そうですか、楽しい思い出できました。お姉ちゃん、この後もゆっくりくまモンと、そしてコロー君と一緒に思い出作ってくださいね。今日はありがとうございました。しっかりしてお兄ちゃんおばあちゃんも嬉しそうですね。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。くまモン体操大集合ということでお送りしてきましたけれども、普段はですねラジオでくまモン体操は
8月31日月曜日までの月曜から金曜日までの朝、奥田圭さんのサンサンラジオの中で6時46分頃から放送しています。こちらの放送も聞いてますという人、おー、いっぱいいますね。嬉しいです。ぜひまだまだありますんでね、しっかりと体操をして、この夏ラジオ体操ではなく、ラジオ体操もそうですけど、くまモン体操を覚えていただきたいなと思います。またですね、素敵なくまモングッズが抽選で100人の方に当たるキーワードチャレンジも行ってます。キーワード集めてるという人、あー、いますね。まだまだ間に合うんでですね、31日月曜日までぜひ皆さんお聞き逃しなく。それでは最後になりましたが、皆さん言葉、これで締めましょうかね。いきますよ。くまモン体操で夏休みも元気に過ごしましょう。はい、元気な声が聞こえました。くまモン体操大集合、菊池市菊池公園多目的グラウンドからお送りしました。会場からは宮川理香でした。皆さん本当にありがとうございました。くまモン心くんもお姉さんたちもありがとう。今日も元気に過ごしましょうね。全労災熊本県本部からお知らせ。1日2000円、その他の保証もついて掛け金は月々900円です。元気な子どもさんにぜひ。資料請求は全労災熊本で。この番組は自然がいっぱい酪農マザーズ、愛の力を信じている日本赤十字社熊本県支部、保証のことなら全労災、自分の町を良くする仕組み赤い羽共同募金の提供でお送りしました。子供の可能。はい、皆さん以上です。